YouTube でお金を稼ぐのは簡単です。でも、YouTube が簡単なんではなくて、いろいろ工夫して簡単にしてきたんですよね。まあ、吉田さんも多分そうだと思います。あの、同じようなことを考えていると思うんですけども、あの、スクロール動画ってありましたよね。あの、Yahoo のトップページでニュースがあったのニュースをね、ただね、スクロールでガーッと上げるだけなんです。あれ簡単じゃないですか。でも、私やらなかったんですよ。 まあ試しになんかね、一回か二回ぐらいやったかもしれませんけども、ちょっと記憶にないですね。まあでも私の記憶にある限り、あんなことはやってなかったですね。つまり、簡単で稼げのそうなこと、誰もができそうなことって、やっぱりね、すぐになくなっちゃうんですよ。で、自分自身、あのスクロール動画にものすごく不愉快を感じたんですよ。なんか面白そうだな、動画なと思ったら、なんか文字が流れてくるみたいなね。 えー、だったらこれ別に YouTube じゃなくてもいいじゃんみたいな感じなんですよ。いや読み上げとかがあればまだいいですよ。読み上げとかだったらニュースを聞くみたいな感じができますからね。でも読まないといけないんでしょしかもスクロール動画ってこの自分のこう読む速度とイコールじゃない場合があるんでなんか緩やかに緩やかに時間稼ぎのようにね、なるべく長い動画の方がいいわけですから 7,8分とか10分の動画を作るために短いニュースをものすごくゆっくり流すやつもあってもう完全にこれね儲けたいからやっているだけのなんか視聴者さんのこと全く考えてないねひどい動画なわけですよでそういう動画ってのは結局最初の冒頭の方を見られたらすぐに離脱されちゃいますんでまあ収益の対象外になったりねまあそもそもそういうところに広告つかないみたいなことになっちゃうわけですよまあ色々と手を変え品を変え やってるる人がいいと思いますけども多分あのスクロール動画の延長線上にあるのはあの音声抜き取り動画とかね切り抜き動画みたいな形で変化してきてるんじゃないかなと思うんですよでもおそらく切り抜きとかもんどんどん簡単になってきたらね多分あれも収益外になるんじゃないですか分かりませんけどね。まあ、けどこうやってカメラの前で喋ってるだけみたいな動画ってものすごく 少なないはずなんですよ全体の割合がして何の編集もしてないし BGM 入れてないしテロップも入れてないじゃないですか私は吉谷さんの動画っていうのは大,変大半がそれですからねもちろん商品化した動画っていうのは一部加工したのも私は作ってますけどもでもほとんどがただカメラの前で喋ってるだけですよこのカメラの前で喋ってるだけのおじさんの動画をどんどんね何十万とかって金額で売り続けられる人ってあんまりいないと思いますというのが何十万で売り続けるってことに フォーカスしてやってる人がいないからなんですよ。つまりライバルがあまりないんですよ。簡単なことをやって、それで目先のお金をね、拾っちゃうと、まあそこで行き詰まっちゃいますよね。でもやっぱり自分の商品を作り込んでいって、で、どんな階層の人にはどんな商品、どんな価格帯がいいのかなってことちゃんとリサーチしながら販売していく。リサーチしながら販売していく。そして自分のファンをしっかりと捕まえていく。そういったことを繰り返して、ワントゥワン動画はじめね、細かく細かく丁寧に やっていくわけですよ特にその視聴者さんが何千万人何万人っているわけではないんでこれができるんですよねだって数人とか数十人に対してめちゃくちゃ熱く濃く信頼深くやっていけばいいわけじゃないですかどちらかというとそちらの方が私たちは得意なんじゃないですかねうんでもねやっぱりこう吉田さんも言われてたようにファンが少ない時にやらない増えようがないですよこんなの ファンがたくさん視聴者数がたくさんいたらやろうかなみたいなねそうじゃなくて一人でもいいから視聴者さんがいるならもうそれでできるわけですよねそこでやるべきなんですよでそうなると2人になった時でも5人になった時でも10人でやった時でも同じような濃差でできるわけなんですよただどっかでできなくなりますよでもそこまでいったらもう多分ね売らなくてもいいフェーズに入ってきますようんそれこそ小さい問題をしっかり解決する 少ない人数にきちっと対応するから大きな人数の時でもまあいろいろとね策が漏せると思うんですようんだからファンの数が少ないとかね再生数が少ないとかでまあやらないんだったらもうやらないですね、うん、基本的にはあの目の前の一人のためにやってるわけですよ例えば先ほどね Q&A 動画撮ったんですけども一人のための返信なんですよその Q&A 動画っていうのは でも同じような質問疑問を持っている方にも複次的に答えられるわけですよねだから一人の人に対してのメッセージっていうのはそれと似たようなね問題を持っている人への効果もあるわけなんですよで逆に100人とか1000人を同時に納得させる答えを作ろうと思うワン・トゥ・ハンドレットワン・トゥ・サーザンとこちらはこんなんですよもう,もうこうなるともうお手上げですよねでも そういうことをいきなりやろうとしてる人がいたりするわけですからまあやる方向性が違うんじゃないのってことになりますよね、うん、まあ常にビジネスっていうのはまあ怠慢なんじゃないですかね、うん、だから一人でいいわけですよまずは一人のリーダーになれば一人の生徒さんのために第一期生これをねスタートすればいいんじゃないですかもうあれだったらゼロでもいいんですよ誰も生徒さんがいないのに 例えば何とかスクールっていうのをスタートして、で、生徒さんがいるという想定でずっと問答していけばいいでしょ。で、それが無料コンテンツになり、お試しのプレゼント企画になり、もしくはそのものがそのまま商品になり、ということでやっていけるんじゃないかなと。うん、まあ、いろいろと思うことありますけどもね。まあでも本当、吉田さん良かったですよ。私たちは、あの、語りかけることによって、 売り上げを作ることができてね自分の時間を作ることができるもはや身の回りのどんな商品ですらあのアクセスの口実になりますからねドライバーあるんですよダイソーで買って100円のドライバー、まあ、もちろんこういうのでしっかりとしまったネジを開けるとネジ,のネジの頭がねなめちゃいますバ,バカになっちゃいますけどもでもあの例えばねこういった小さなものとか あのおもちゃとかだったらこれで十分なんでですよでこの部屋にはおもちゃしかないんでおもちゃみたいなケ、えーキ機器ですか小さい機器とかねこういったものとかしかないんでこれで十分なんですよねでも車ですとかちょっと大きめの機械とかをしっかりとねあのボトルアウトしようと思ったらやっぱりなんか1本2,000円とか3,000円のきちんとしたスナップオンみたいな工具でカチッと回しますよね、うん、そういう風になってきます っていう風なネタで発信するとかね。もう何でももうすでにネタですよ。うん、もう言うことはないですね、うん。だからこうなんじゃないですかね。何かがないとこれができませんっていうものをできるだけ排除して、自分一人がいれば何かができますっていう状態に、まあ、こだわっていくと、もう放送さえできればもう売り上げが立てられますよと。知らせることさえできればファンを作れますよっていう風な自分になっていくんじゃないかなと思うんですよ。 懐かしいですね湯河原での、うん、なんか知らせるってことについて私は当時協力できるかなと思ったんですけども肝心なね対談相手が商品を持っていないという、ねうん、これではちょっと難しいですよねあれから皆さんどうされてますかねなんかねあの時の合宿生を集めて もう一回オンラインでもいいからなんか集まれると面白いなとあれからどうされましたみたいなね翔山さんもどうされましたみたいな翔、ね、山さんもどうしてるのかなほんと仲良くさせてもらったのにな今どうしてるんだろう、うん、どうしてるんだろうねいってらっしゃい